そっか、間の久保です。また悲しいニュースが入ってまいりました。タワーマンションの25階から2歳の男の子が転落して、まあ、そのままね、うん、お亡くなりになったということでございます。で、このマンションからの転落事故、なんとですね、両親は外出していて、男の子が一人で部屋の中にいたそうなんですよ。その際、ベランダに出れるようになっていたことと、 ま、25階のベランダですからとっても危険ですよね。25階のベランダに出れるようになっていたことと、あとね、ベランダにキャンプ用の椅子があって、そこに2歳の男の子を登ることができたっていうんですよね。で、その椅子を伝って、おそらく、その手筋のところにでもね、またさらに登ったんでしょうね。まあ、そこから転落してしまうっていうのは、容易に想像できることだと思うんですよ。で、どれか一つでも、もしね、 うっかりしていなければ防げたことの、まあ、連鎖で起きた事件じゃないかなと思えるんですよね。まあ、例えばね、ちっちゃい男の子、2歳、3歳の男の子が部屋でたった一人でいるっていろんな危険が考えられますよね。例えば、コンセントのプラグを差し込むところあるでしょ。あそこに何かね、針金のようなものを差しただけで感電死ししまうわけですよ。そういったこととか、えー、例えばね、2歳の男の子っていうのはもう歩けるでしょ。歩いていたところ、 まあ、開き道かなんかのね、ドアに、こう、転んでね、頭からぶつかって、ガラス割れて、そのまんま、失血死ってことも考えられたりするわけなんですよ。あとは、お風呂やトイレに転落するってことも十分ありえるんですけども、そういうことを考えると、やっぱりね、一人ぼっちにしちゃいけないっていうふうに、まあ、ね、ご両親のどちらかが考えていれば、二人揃って家を開けることってどんなに危険かなっていうのは、まあ別に簡単にわかるような気はするんですけども、どうなんでしょうね。 やっぱり目を離すと何が起こるかわからないっていう風なことってあると思うんですけども少なくとも歩き始めたそういった小さい子ってのはいろんな好奇心にもう釣られてですねいろんなものを口に入れたりするわけですよまあそういったことって教わらないとわからないものなんですかねはい記事を読んでいきましょう2日午後2時15分頃千葉県で48階建てのマンションで 25階から子供が落ちたと住人から、まあ、通報があったと。消防隊員がマンションの入り口の屋根の上に倒れている男女を発見し、病院に搬送したが死亡が確認されたということでございます。で、男の子が落ちたマンションっていうのがこういう風にね、画像が出てるわけですけども、いやね、なんとも言えないですね。このタワーマンションっていう時点でもうね、ベランダ簡単に乗り越えられそうですよ、こんなの。 危ないよね。うんいや。本当ね。なんかもっともっと私たちは小さい命に配慮するべきなんじゃないかなと思いますけどね。はい、どうもお疲れ様でした。ご覧いただきましてありがとうございました。